はいどうもこんにちは、Gです。さあ今日はですね、大山選手をメインで使おうと思うんですが、オーダーはですね野手陣だけなんですが、阪神の選手でやってみようと思います。育成はそこまで完璧ではないんで微妙ではあるんですけど、アーティストが4人もいるんで結構強いと思います。特殊能力は打つ選手はですね全員マックスでつけてきました。で、大山選手はですね今回2021年シリーズ1からの継承で、降格がないもののサードがB の70圏内っていう結構高い数値を持っていました。で、今回のアニバの能力はミート72のパワー79、走力68の守備はサードファーストどちらでもまあスタメンで問題なくいけるかなっていう数字にはなっています。特殊能力は通常のシリーズが連発なんで、発動条件とか使いやすさで言うとまあやっぱり祝宴がいいのかなと思うんですが、まあ僕は連発も嫌いじゃないです。まあ比較するとねこんな感じなんですけども、そこまで差がある数値ではないんで、どっちにしろ両方パワーが90超えてくることを考えると、まあ祝宴で 100% 発動させた方がいいのかなと思います。じゃあ称号やってきますか。今回は A ランクもう1枚あるんですけど、パワー上げですね。今日はそうですね、まあなくてもいいかな、79なんで、まあパワープラス1 1つ上がれば OK。パワー自慢ナイス。これでちょうど80ですね。一応もう一回やっちゃいますか。ここも極意書なしで、あわよくば上に上がってほしい。お願いします。さすがに上がらない。大砲か。大砲だとミートがマイナス1なんですけど、パワーがプラス2と。ここはそうですね、まあ昨日の外と同じでミート関係ないと思うんで、ミートマイナスになっちゃうんですけど、パワー81を選びます。はい、ということでこれで完成しました。はい、じゃあランク戦いきますか。打順はこんな感じなんですが、結構プロスピ寄りの打順になってるかなと思います。あれ話忘れてたんですけども、野手だけ純正ですね。はい、純正とは言えないかもしれないんですが、ほい、ナイスヒット。ふみふみふみって言いたかった。さあ大山さん、えぐ、ちょ、お互いに全出しはやばくない。あ、それでパワー90保つんだ。いやいいよね大山さん、マジで打ちやすくてさ、なんなら打ちやすい、とにかく。うん、アーティストになったらさ、スタメンで使いたいレベルですよ。ほい、ファールか。昨日の外みたいにいきなりホームラン出るか。カーブーうまい配球されたな。今ちょっとミートをミスったけど、さすがの広角だよね。今のボールの伸び完璧でした。ピッチャーが変わります。系統早いな。広角が消えたでね、掛布さん結構打ちにくい打ちにくいって言ってたら、みんなから批判浴びたんで、ちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、結果で返すわ。苦手なのは変わらないけど、うわー難しいな。よし、こっからですね。ほんと能力ちょっと下げられまくるんで、結構厳しいかもしれないけど、まあヒットさえ打てばっていうところですよね。ホームランはねあんまり打てないと思う、おそらく。うわマジで。8番近本選手と。スピリッツは4000届かないのね。3ボール、次が4球目。マジで言ってんの。え、近本選手って弾道なんだったっけ。あ、中弾道か。あんな綺麗な弾道、やばい。今岡さんの能力がアーティストなのに、やばいなこれ。あ、ミスった。ちょ待って待って待って、ちょ強制行きたい、いきなり。だーい、繋がった。大山さんにじゃあツーラン打ってもらおうか、全出しで。おい外かよ昨日の。マジでえぐい。あー終わった、マジか。うわ広角も消えた。この方はシンカー系が好きなんだね、多分スクリューとほぼそれしか投げてないっていうね。いけ、飛ばすんだ、ツーラン。ミスった、ナイスカット。これは分からんよ、もうカットしないといけないボールだった。なるほど、そうですか。おいっしょー、どうだ、かっこいいぞ大山さん。うわー、もうアーティストなってくんねえかな。そしたらサードかファーストで使うわ、たまらん。いやなんかさ、投票があったらさ、大山選手に入れちゃうこれ。よしよしよし、そんなに悪くなかったですよね、1試合目。うん、うわっ、また全出し。これ昨日の外と同じサムネになっちゃうよこれ、こんなに全出ししてたら。マジでアーティストなんねえかな、マジで。ナイスヒット。もうちょっと弾道上がってほしかったけどね。いやマッチングがやっぱり厳しいね、本当に。ゼロで抑える試合ね、もうほとんど。よいしゃー、掛布さん、あ、打ちやすい。あ、めっちゃ打ちやすい。いや、またファーストに捕まった。うーん、2回表、タイヤス。わお、ほんとさ、左のバース、右の落合だよね、最強バッターは。間違いないわ。
オッケー、これだ。佐藤輝、広角出た。広角ないとね、佐藤輝は結構厳しいから、まあそこは大山選手も同じですかね。あるぞ、全出し。全出しでこれか。パワー72でしょ。おー、ナイスヒット。よかった、近本選手。満塁ホームランあったらどうする。聞こえるか。オッケー、犠牲フライ。ゴーアでも使いますか。じゃあめっちゃイケメンだ、やっぱり。3500、ちょっと厳しいかもしれない。カゲッツだけないようにっていう感じでやるわ。そうですね、打てるかね、ここ。よっしゃよかった、めっちゃいい感じじゃん。だってこれホームゲッツーさえなければさ、大山さんつながるよ。完璧。あれ、これもしかしたら何点だ。9点。ファイト、ありがとうございます。9点あるか、ここ。当確なし。よし、我慢した。ちょっと打ちそうになった。うわー、マジか。弾道上がってほしかったな。にしても大山さん、ほんと打ちやすい。あー、え、モーバースに回ってきたの早くない。うー、危ない、ちょっとやめて。さあ、田淵さん打てば強制です。まさかの、今日できねえと思ってた。最後まで攻め続けてほしいですね。あったけ。いやー、惜しかったな。あと1本出たらね、9点入って強制だったのに。今ちょっとね、休憩してきました。腹減っちゃってさ。ほい、完璧だ。え、1番平野さん、2番大山さん、最強じゃね。また広角ない。やべー、いきなり3ボールです。ここは見極めました。おらっしゃー、見切った。2本も打っちゃった。外越えしたわ。いや、外は一応昨日2本打ってんのか。にしてもだよ。よし。いや、なんかね、飯食ったらマジで元気になってきた。えぐっ。ファール。ここもね、広角はないんですけど。うわー、完璧。打線が続かんの、全然。なかなか発展が遠いわ。うわ、抜けねー。おっしゃ、全出し。一応これ2試合連続の、ホームランになります。あれー、マジか。でも結構ヒット打ってるよね。よしよしよし、今日は全員回して8点入るまでやめない。また広角出なかった。まあでも関係ねえな、さっきの感じ見てたらね。ほら、よっしゃ。あー、そんな届く広角なくて。パワヒでも今日はなんだかんだやれる日なのかもしれないね。チャンスあるぞ、これ。2回表です。これが2球目。超集中するわ。サーボーア行きます。素手で一発。あの時の感動をもう一度。やばい、スリーボールだ。いや、これ多分超大ピンチないから。うわ、うますぎる。マジか、そうきたか、超大ピンチ。いや、4点なら頑張れば入る。よしよし、落ちた。じゃあ全打し対決いく。さあ、そしてバッターボックスには大山が入っています。さあ、チャンスが続きます。まあ、繋いでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なんか打てる気がするしません。初球は大きな変化球、ボールになります。おらー、うわー、惜しい。ちょっと引っ張りきれんかったか。ただワンアウト5点、で掛布バース、田淵さん回るから、これは間違いなく8点入ります。さあ、2球目は何か。いや、言ったでしょう、間違いなく合格出てる。あっしゃ、あー、配信純正いいね。ホームラン打てる純正っていいわ。大山さんもしっかり2本ヒット打ってるし、まあ完璧ではないものの、結構阪神純正のいいとこ引き出したような気がします。結構やれたよね。じゃあまた、まあいつかね、大山さんがアーティストになったら動画作ろうと思うので、もし投票のやつが来たら僕はもしかしたら入れるかもしれないです。ということで、最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。